はい、こちら8月9日発売されたばかりのスカイライン 2000GTR KPGC110 ケンメリ GTR を作るの創刊号第1号です。創刊号は290円となっています。中身はバンパーとグリル、ヘッドライト関係ですね。今回これを買ったのは DVD が付いてたからです。こちらの DVD を見たくてどうしても買ってしまいました。さすがに全部集めて作るという気にはなれないんですけれども、この DVD は290円なら見る価値が全然ありました。そしてついつい買ってしまう創刊号やその他の号です。タイレルもフロントのスポイラー、この部分がついてたのでついつい買ってしまいました。私の中でケンメリといえばこの辺りのイメージが強く、レーシングカーケンメリのミニカーはいろいろあります。トミカのケンメリが奥にあります。こちらリアル X72 分の1、こちら強小の43分の1、この辺りは強小のビーズコレクション64分の1、こちらが18分の1の強小のレーシングカーですね。こちらは非常にレアだと思います。当時の高橋国光さんの乗ったトランプになってます。その中でも少しだけちょっと紹介していきたいと思います。以上、ケンメリつながりでいろいろなミニカーを紹介してみました。こちらも気になる方はぜひ作ってみてはいかがでしょうか。